神守りと、たなり。じゃあ続きやっていこう。前回はなんか、かけらをね、鏡の手に入れたってとこだね。お、まあ、なんか見えた今一瞬。そう、なんか、歩くとね、力つきそうになる。で、なんかね、ダメージを受けてるんだよね、実は。だからなんか預けない。やべやべやべ、預けねえと。なんだか、三宝が手招きしてみたい。あー、これを、に預けるってことか。じゃあ預けようか。気持ちが楽になった気がする。はいはいはい、オッケー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 。完璧。これでいいのか。はい。じゃあ、くぐろう。持ってたら死んじゃうんだね。お、ここにいた。おかえり、明智よ。鏡は見つかったかい。うん、かけらはね。はいはいはい。それはよかった。鏡は不思議な力が宿っているから、大切にしなさい。おや、明智よ。怪我をしてるじゃないか。こっちへおいで。あ、なんか優しいな、こいつ。ふふ。取って食べたりはしないよ。私は腐敗と再生の神。お前の傷を癒すことぐらい容易だよ。少しでも暖を取り、休みなさい。起きたらきっと傷が癒えているから。私が溢れたら傷口に、触るんじゃないかしら。ああ、刀が怖いのかい。刃は完全に埋まっているから、お前を傷つけることもないだろう。刀による痛みはないよ。もはや、体の一部のようだ。優しい神様、役に立てることがあるなら嬉しいな。ねえ、じゃあ一回暖を取って寝ようか？おう。かわいい。あ、いいな、これ。稲穂とお日様の匂いがする。あ、いいな、その匂い。うん、再生の神ね。お、ここはまた移動したな。あ、ここは走れない。ん？あー、はい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 。これじゃあ行って、ん？お、誰だお前。助けてくれたやつ？え？誰？あ、笑ってる。お、また会えたね、明智よ。どうして私のことを知って、あれ、喋れるようになってる。お、ほんとだ。おや、つい先日のことを忘れてしまったんだね。私たちはあんなに、まあいいか、忘れておくれ。え？お前、カカシのやつ？嘘。ここは夢のように不確かな場所。夢の中ではその身一つで深海へ潜れるし、空だって飛べるんだ。喋ることくらい造作もないだろう。そう言われればそうなのかしら。でも、ここは夢ではない、ね、夢ではないけどね。たと夢のように美しくとも、思い描いたことが目の前に現れても。はあ、じゃあ現実なのか、ここ。黄金色の稲穂。お父さんは田植え前からこんな姿を想像してたんだわ。はあ。おかしいですよね。毎年豊作が約束されているだなんて。そんなことはないさ。お前の父親は嘘つきなどではないよ。ほ？私は、豊食いよろずよ。万世に渡り、万代かな、わかんない。渡り、豊かな食をもたらす神だよ。人々は、豊食いよろずよの神と私を呼んでいる。よくそんな呼べるな。豊食いよろずよ。わかんなくなっちゃうな。うん、俺もだ。長くて言いにくいだろ。参拝者は親しみを込めて、トヨ様とも呼んでいたよ。お、トヨ。めっちゃ呼びやすいね、トヨタ。ごめんなさい。神様だって知らなかったんです。トヨ様、私眠っていたらいつの間にかここに。何も謝ることはないよ。
ここへは私が連れてきたのだよ。お、なんで？トヨ様が？うん。なんで？話が長くなるから、これでも食べながら聞いてくれ。え？まんじゅう？でもそんなね、口にしたくないな。大福。めでたいだろ。こうして出会えたことが、それとも大福は嫌いかい？まあ好きですけど。いえ、とんでもない。いただきます。明智よ、お前は、なんてもんだっけこれ、す人と親しくしてないかい？あの、でもとても優しいんです。それにもう長く生きられないから、せめてそれまでの間できることをしているだけです。お前は優しい子だね。でもそれは本当に人への鼻向きになるのだろうか。主人は一体何を、明智代に要求したんだい？鏡の破片を集めて、最後の姿を見たいって、それだけです。怪我をしてるんです。何も嘘は言ってないと思うんです。鏡とは、よりしろの鏡ではないかい？そうですね。そう、言ってました。ああ、困ったね。その鏡や明智代、お前たち、教習院が今まで守ってきた鏡じゃないか。あ、そうなんだ。え？おや、両親からまだ聞いていないのだね。お前たちの名者、教習院。院は蔵を意味するんだよ。はあ。鏡を守る蔵？そうだよ。それでその、主人、自らそう名乗ったということは、自身の名を名乗っただろ？あ、なんていうんだっけ、蔵発むさぼりのたたりみたいな感じだよな、確か。蔵を裂いて、蝕む数人。蔵とは君たちのことだよ。あー、なるほど。そんな、そういう協力しちゃってるってことか。でもどっち信じていいかわかんねえな、正直。主人が何かしらの理由で動けないのは事実だろうね。そして鏡は主人に力をもたらすのだろう。鏡探しに利用するだけ利用して、最後にお前を食べてしまうつもりなんだ。お前だけじゃないよ、きっと教習院家全員。なんということ。でもわかんないな。ぶっちゃけ俺、お前もちょっと怪しいと思ってんだよ。大丈夫、まだ取り返しはつくよ。ただ相手に感づかれても困るから、お前はただすじらぬ顔で鏡集めを続けておくれ。その間はお前の身の安全は保証されている。ああ、確かにそうだな。でもさっき死んだけどな俺。それまでに私もここから出られるよう努めよう。あ、出れないのかお前は。ここ捕まってるんですか？そうだよ。クラーレツムサボリの隊員の眠りの中に。ああ、だから近くにいたら、こいつの姿が、ね、見れるようになったんだ。え？さあ、お別れの時間だ。また会いに来ておくれ。待っているから。了解です。はい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 。ああ、とりあえずこいつ悪いやつなんだな、本当は。見た目通り。目が覚めたね。調子はどうだい？私は久方ぶりに気持ちが安らいだよ。懐かしい香りに気が緩んだのかな。ほう。深く冴えたるに、浅からぬ気を含めるにより、四季にわたりて身にしむ色の懐かしき匂い兼ねたり、か。おお、何オツなこと言ってんだ。傷治ってる。おお、さすが。この神様が私を殺しているという悪い神様？はあ。本当にそうなのかな？どっち信じていいかわかんないよな。うん。ああ、また眠りについた。心配いらないよ。だがね、時折昔の夢を見て、傷が痛むことがあるんだよ。こんな体だ。構造的に無理がある部分が多いから、骨が擦れて痛むのだろうけどね。気をつけて行っておいで。はい、了解です。ありがとう、明智よ。不思議だね。
手が触れているだけで痛みが安らぐって気がする。和らぐか。うん。おー、出してくる。はいはいはい。これでまた次のとこ行けるようになったと。了解です。金魚は家畜じゃないのね。人根さん。セクシーなお姉さん。葵？誰だこれ。常識的に考えてください。塩姉さん。いつもフラフラしてるから聞き逃してしまうんですよ。あー、ごめんね、葵くん。え、誰？待って。あー、いろいろあるけど、誰だお前。また襲ってくるんじゃないだろうな。大きな炭に火の絵が描かれたお札が貼られてる。まだ中心部は燃えてるみたい。ああ、よ、ん？人のように見えるけど違うのか。とりあえず、ハサミを持ってるからここ行けるのかな？あ、ちょっと待って。ちょっと一つ気になって、ここ行けないのか？あ、行けないんだ。へえ、じゃあ、使うか。鳥、ニワトリ？じゃあここは？あ、蝶はあれだね。さっきのセクシーなお姉さんの髪飾りの部分だったな。さて、ここは？あ、こいつ、あれじゃん。さっきのやつ、一番最初に見たやつじゃない？様、僕が、必ずや、何？赤マンって読むのこれ。え、なんか万字が回ってるけど。なんか、めっちゃ生きりキッズみたいな。先は真っ暗。一寸先は闇？肩車が回ってる。赤いのと青いのと骨と、鳥でいいのかなこれは。鳥の翼。何これ葬式？兵士がある中は空っぽだわ。でも、違うわ。何もしない。でもこれあれか。クジラだれじゃないから違うのか。クジラ幕か。ここら辺は？ん？なんだろう。奉納のために使うべし。間違いは命取りと書かれている。あ、命取られる？ちょ、待って。セーブしといて。こっちには進めな。なんか、風車が邪魔してくるな。恐れ山か何か、ここ。あ、いた。たたりの世界へようこそ。明智よ。千代の文字に恥じないように生き延びられるといいね。あ、なんか懺悔してる人がいる。え？何こいつ？てるてる坊主。かわいそうに。特になんもない。ん？なんだろう、これかな、やっぱ。手に取ってみようか。肉。え？骨。え？何を置けばいいの？あ、これは残ってんだ。え？なんでこれは残ってんだろう。よくわかんないな。なんか空っぽって書いたからあるから、水をなんか持ってくるとかなのかな。そういうわけでもない。お前なんかヒントくれよ。生き延びられるといいね。生き延びてやるさ。もちろん。でも何しちゃいいかわかんないんだ。いや、パチンって鳴るな、よく。スパンキングの音が。ん？太鼓の湖面のような消費紙。はぁ？よくわかんないな。あ、罪人いた。話しかけられた、普通に。は、いや。いや、悪い方気持ち悪いな。何を喋ってるのか全く聞き取れないわ。マジか。聞き取ってやれよ。ダメだ。どうしようこれ。わかんねえ。てるてる坊主？あ、こいつだけよく見たら逆さまだな。このてるてる坊主だけ逆さまになってる。結び目が固くて手では外れないわ。ハサミ大活躍じゃん。中には一体何が？何かのお肉が入ってる。うわぁ。
じゃあお肉入れるか。ここだっけか。肉。はい。じゃあ風車の中にもなんか骨ってこれじゃね？取り外してみよう。お、いいね。あとは？酒。酒。どこに酒があるんだこれ。いろいろ見てみるか、ちゃんと。酒ね、酒。やっぱ下かな？ん？なんかここだけなんか、漏れてない？ね。ブクブクブク。これ何？ちょっと放っておこう。一回放っておいてセーブするでしょ？あれ、セーブが。全部埋めてしまった。まあ、とりあえず一番最初のところセーブしよっか。はい。そしたら、じゃあ助けてあげよう。しゃーねーな。あ、しゃもじさん。ブハ、なんという金槌。私はしゃもじのはずなのに。まあ、浮かないなんておかしいな。長きにわたり、お室のお供にさせていただきましたかいやって。晴れてつくも神となれたのでございますね。百鬼夜行のお誘いが待ち遠しいですね。はあ。おや、あなた以前にも私を助けてくださったことがありますね。ああ、助けましたね。その説はありがとうございました。私たちご縁がありますね。ああ、そうだ。まあ、そうかもしれんけど、なんか、関わりたくないな、あんま。私の探している方、見つからないんですよね。無事でいればいいのですけどね。その提灯、道を照らすには心もとないようですが、火力が足りないんですかね。あ、よろしかったらこちらをお納めくださいね。お礼なんですね。お、来た。はいはい。右の人は知ってる、左の人は知らない。蛇みたいな人出てくんだ。あ、いいね。左の人いいわ。え？で、何するの？お酒がないんだよ。お酒。お酒くれん？寡黙なもんだね。この間まで、あんなにおしゃべりだったくせに。喋れねえんだよ。そこの罪人の顔に書いてるのは、釘抜きだよ。なんでだと思う？え？あー、わかんないですけど。これをあげよう。運が良ければ理由がわかるよ。え？森塩。森塩？森塩あげるか、じゃあ。笑ってるし。ねえ、これ森塩。あ、違うんだ。これ？ん？森塩。え？違うの？何すればいいんだ、これ。ようわからんが。バレてる。そこの罪人に盛り治療しても意味ないから。いやー、すいません。ん？ヒントはこれか。これ見るとか？いや、特に変わったとこなんもねえな。はぁ、あ。薬、余計に使ったりする。つまんでもなぜか形が崩れない。はい？お酒、お酒、これお酒？なわけねえよな。森塩。違うな。森塩一つまみして投げてみた。なんでわからんが、とりあえずいけるならいいや。お、お酒じゃねえこれ。水かと思ったらこの匂いお酒だ、来たこれでお供えができる。きたー、なんか目がこっち見てるけど、障子にメアリーだな。はいはい、これで完璧よ。おみき。おみきってもんだこれ。へえ。おみきの入ってる表紙から変な音がした。え？あ、兵士ってもんだ。あれ？兵士の中身が変わってる。なんだろう、赤黒い日課みたいな、嘘。舌を手に入れた。やった。舌を手に入れちゃった。あ、
そういうことか。舌がないからこいつ喋れねえんだ。あ、そういうことか。エンマ大王に舌抜かれたってことか、こいつ。そういうこと？じゃあこいつ嘘つきなのか？え？あ、違う。え？ああ、よくわかんねえわ。はひゃひゃ。舌。どうぞ、あげる。くっつくか、そんなミスターみたいに。少し強めに引っ張るとずーっと抜ける。エンマ大王も引き抜く行為が楽しいことをご存知だったのだろうか。はあ、なるべく小さくバラバラに、その方がいい。きっといい。やばいやつじゃん、やっぱ。逃げなくちゃ。どこに逃げんの、これ。とりあえずこっちに逃げてみて、一回保存しようか。どうしようかな。おーおお、目の前に現れるな、お前。またやられた。こいつら許せねえな、マジで。ほら、よっと。これで上に行けばいいのか？え？何？何を迷うことがあるんだ、僕は。そうだよ。こいつら、あんな楽しそうに。半分だった。は？どういうこと？様。誰のこと言ってんの？はっ。風車で刺してる。恐れ山？血を。血を。教習院家の血が必要なんだ。え？何これ、俺刺されてんの？え？嘘だよな。違うよな、さすがに。助けてくれたんだよな。大きな鳥居の方から誰かこっちに向かってくる。嘘。逃げた方がいい？一回見てみよう。あ、ダメだ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 。ダメだ、ダメだ、ダメだ。助けて。ほい。おい、残念だったね、坊や。まだ君には捕まらんよ。もう一回来てくんな、お前。明智よ。え？まだ生きてる。このまま同じように。釘抜きで。ああ。なんだお前。行動がよくわかんないな。痛い。血が出てる。何かが頭に当たったんだ。これは、さっきの罪人が持ってた、釘抜き。違う。その後で持ってたのは、赤マンくんだった。あ、森塩が。ああ、鏡になった。今度は森塩が。倉崎様が言ってた通り、いろんなものに鏡の、破片が化けてるんだわ。持ってると、めまいがする。頭の傷のせい、傷のせいもあるけど。はいはいはい。じゃあ一回セーブして、はい、今回はこんぐらいにしようかな。お前何やってくれてんだよ。ああ、なんか話しかけちゃった。おぞましい。おかしな考えをしたせいで、体がうまく動かないや。明智よ、僕を返り討ちにするなら、今が絶好の機会だよ。そんなことしないよ。この危険な子供をどうしたらいいのかしら。違う違う、何考えてるんだろう、私。友達。友達。違う。違うの？え？化け物って言ったらなんか怒られそうだな。鏡を探してる。違う。え？お願い。違う。違うの？相談する。あ、来た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 。ようやく。は？もう切られてんじゃん。とりあえず目的を果たすまでは私に生きててほしいと思ってる。倉崎様のところに連れてって行ってみよう。保護でも何でも、私に危害、危害を加えない形をとってくれたら助かるんだけどな。まあ、そうだね。手なんか握るな。気持ち悪い。ごめんなさい。あ、やっとここに来て、仲間が。はい。じゃあ、お供えしようか。うん。これかな。
オッケー。じゃあ行くぞ。じゃあ、いや、待てよ。そうだ、セーブして終わろうって言ったんだ。ごめんごめん。はい、じゃあということでね、今回キリがいいんで、今回こんぐらいにしていきたいと思います。それでは、この続きが気になる方を、いや、この動画が面白いと思った方は、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしていってね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。